ノジオーラは、イタリアのワイン用白ブドウ品種であり、ガルダコの北、トレンティーノアルトアディジェ州トレント県バルレデラーギで栽培されている。同地では、糖制限産地故障認定のセパージュワインや、トレンティーノ DOC のソルニなどのブレンドワインに用いられている。また、ノジオーラは、発酵前にブドウを半乾燥させるビンサント方式のデザートワインの製造にも使用される。 ノジオーラという名称の由来はイタリア語でヘーゼルナッツを指すノッチオーラではないかと言われており、ノジオーラ主体のワインがヘーゼルナッツのようなアロマを帯びることがあるだからとも完熟した果実を半乾燥させた時に薄茶色になるからだとも言われている。ブドウ品種学者たちはノジオーラという名称はヘーゼルナッツを意味するイタリア語のノッチオーラに由来すると考えており、このブドウのセパージュワインが放つ、 いったヘーゼルナッツのような独特のアロマのことを指しているのではないかとしている。あるいは、このブドウの果実自体が、対外の白ブドウ品種とは異なり、成熟しきっても黒ずんだ茶色にはならないことを指すのでは、とも言われている。別の説としては、トレンティーノ地方の方言で、小さな芽を意味するオチオレットが点火し、チオレットさらには、ノジオレットと変化していった、とするものがある。 オチオレットは18世紀の正体不明なブドウ品種、ウーバでロッキオビアンコと関係があるかもしれず、その場合はノジオーラがこのブドウの正体ということになる。もう一つノジオーラと関係している、可能性があるのは、古代ローマのワイン古代ローマのワイン用ブドウであった、ライディカという品種であり、伝えられるところでは、ローマ時代にイタリア半島北部で最も広く栽培されていた。 白ワイン用ブドウであったらしい。長らくブドウ品種学者たちは、トレンティーノ地方のバルディノンで栽培されている、グロッペロディレボと、ノジオーラがラエティカの子孫に当たると考えていたが、現在に至るまで、この説を裏付けるような決定的な歴史資料や DNA 型鑑定の結果は出てきていない。DNA 型の分析によって、ノジオーラとの類縁関係が判明したのは、 スイスのバレー州で栽培されているワイン用ブドウのレーズという品種である。この分析で分かったのは、ノジオーラとクロッペドディレボは両方ともレーズと親子関係にあるということであり、レーズが他の2種よりも5世紀近く前からよく知られ、記録も残っていることを踏まえると、レーズの方が親種で、他の2種の方が子孫に当たるという可能性が高い。 ノジオーラの原産地がどこなのかは未だに十分解明されていないが、このブドウはトレンティーノ地方と長年にわたる関わりがあることから、同地方を起源とする可能性が最も高い。他に可能性としてあり得るのはアルトアディジェ地方であり、こちらではノジオーラは長年、シュパーゲルンという別名で知られている。ノジオーラは長年セパージュワインよりも白ワインのブレンドに用いられていた。 ボルケンシュタイン伯爵家のワイナリーで、ジャコモ・ソン・マドッシが、初めてノジオーラ団体のビーノサントを製造したのは1822年のことだった。1933年には、トレント大司教がミサを取り行う際には、赤ワインではなくノジオーラのワインを使用するという、協力を発した。収穫後、ノジオーラの果実は通常藁のむしろに並べられ、ビンサント製造用に乾燥させられる。 ノジオーラの花房は中程度の大きさで細長く、着方を持っている。下流のの大きさも中程度で、そぎ粒のクローンはビーノサントの製造に適しているが、現代のクローンは密着粒を施行しているものが多いため、ビーノサントよりも辛口の白ワイン向けである。ノジオーラは成熟期が中期から晩期のブドウ品種で、生育期間における発芽のタイミングが早く、 春の障害を受けやすい。また、この品種は、多湿な気候に極めて弱く、サワーロット病用ドンコ病などの心筋感染症にかかりやすい。下皮が薄く、万熟で乾燥しやすい性質から、ノジオーラの下流自体はパシートタイプのワイン製造に向いているとされるものの、下流のつく歩行の部分もまた乾燥しやすく、生育期間中、果実が十分に熟して、 適度な糖度に達する前にしなびてしまうことがある。見た目の特徴における類似点や別名のせいで、時売りのジオーラはベネト州の愛用ブドウ品種のドゥレルナと混同されることがある。2010年時点でのイタリア国内における、ノジオーラの栽培総面積は79ヘクタールとなっており、そのほとんどがトレント県のバーレデーラーギに集中している。その他にこのブドウの植栽は、 ボルツァーノ県のメラーノやトレント県のバンラガリーナ及びバンレリチェンブラで見られる。カラビーノ、カベーディネ、ラジーノ、パデルニオネ、ベッツァーノの各コムーネにまたがる一帯ではトレンティーノ DOC の希少なデザートワイン、ビーノ、サントセ用にノジオーラが10ヘクタール近く栽培されている。ノジオーラの果実は収穫後に棚で影防止され、 元の重量から60から80%減少した状態で圧作されるため、取れる果汁の量は極めて少ない。通常、発酵過程を長く取り、木樽お及び瓶内で7から10年に及ぶ熟成を経るため、平均的な年間生産量はデザートワイン用のハーフボトルで3万本前後となる。ノジオーラはイタリア北東部のトレンティーノアルトアディチェ州の各地で栽培されている。 トレンティーの DOC トレントの西に位置し、様々なタイプのワインの規格を有する。その規格の中には、ノジオーラのセパージュワインも含まれており、85%以上をノジオーラが占めるように定められている。また、より規定を厳しくしたスペリオーレや、おそつまみの甘口タイプも存在する。この DOC の海区分地区、ソルニのビアンコにおいてもノジオーラは、主要品種になっており、 セパージュワインもしくはミュラー・トゥルガウ、シルバネール、ベルデ、ピノ・ビアンコ、ピノ・グリージオ、シャルドネとのブレンドに用いられる。通常の DOC におけるノジオーラのセパージュワインの場合、1ヘクタールあたりのブドウの収量は最大14トン、最低アルコール度数は10.5%となっている。スペリオーラノジオーラ・ベンデミア・タルディーバになると、1ヘクタールあたりの ブドウの収量12トン以下、ワイン50ヘクトリットル以下、ブドマリ率50%以下、最低熟成期間12ヶ月、最低アルコール度数15%に制限される。ノジオーラはトレンティーの DOC において、ビンサント方式の甘口ワインであるビーノサントに使用することが認められた唯一の品種であり、収量制限はセパージュワインの場合と同じであるが、 ぶどまり率は30%、最低アルコール度数は16%となり、さらに来たると瓶内で3年近くの熟成を経なければ、ならない。さらに、スペリオーレになると、収量制限は12トン、最低アルコール度数は18%、熟成期間は48ヶ月以上となる。また、足作、発酵過程に入れるのは、収穫年の翌年の3月1日以降、 熟成に入れるのは、収穫年の翌年の5月1日以降と、非常に時間がかかる。バルノディジェ、エッチターラー DOC トレント県、ボルツァーノ県両方にまたがり、ベネト州ベローナ県にまで及ぶ DOC 認定地域。この DOC のビアンコの規定において、ノジオーラは、ブレンド用品種の一つとなっている。使用比率では、ピノビアンコ、ピノグリージオ、 リースリング・イタリコ、ミュラー・トゥルガウ、シャルドネのうち、単独もしくは、複数の品種を合わせて20%以上使用し、残りの80%以下には、トレッピアーノ・トスカーの、ノジオーラ、ソービニオン・ブラン、ガルガーネガを使用することが認められている。また、ブドウの収量制限は1ヘクタールあたり15トン以下、ワインのアルコール度数は10.5%以上である。ノジオーラは、 バルダディ・ジェディ・ OC でも栽培されているが主体ではなくブレンド用の一品種である。マスター・オブ・ワインのジャンシス・ロビンソンによるとノジオーラの生み出すワインは方向が極めて強くライトボディでかすかな苦味を感じることもあるという。辛口のセパージュワインにした場合、柑橘類、アプリコット、桃といった果実の香りだけでなく、 この品種ならではのヘーゼルナッツの繊細な香りが感じられる。ビーノサントにする場合は、おそつまみの果実に寄付の効果を与えることが多く、それによってボディと甘美さが増し、オレンジュピールやアプリコット、ライム、パイナップル、マルメロのような香りを帯びる。ワイン評論家のジョー・バスティアニッチとデイビッド・リンチは、ノジオーラのワインにはリンゴとレモンの香り、 そして、幾分かのミネラル感があると評している。ノジオーラは、以下のような、様々な別名で長年知られてきた。グロッペロビアンコ・ドゥレ・ラ・ノゼッラ・ノゼッラ・ラ・ラ、ノジル・ラ・ノジオーラ・ジェンティーレ・ノジオーラ・トレンティーナ、ノジオーラ・スピナローラ・ヌジオーラ・ヌジオーラ・ジェンティーレ、ラビオザ・シュパーゲルン・シュパーゲルン・シュパーフェルン。ありがとうございます。